今ようやく仕事が終わった。私の場合、仕事では明るく楽しくがモットーであり、お客様やスタッフともにそれなりに心地よい人間関係を築いている。仕事は好きだし、リーダーとしてもよく頑張っている。そんな私でも一人の時は全く違う女になる。もちろん彼氏も数人のボーイフレンドもいる。私が一人になる時、私が私である唯一の存在となるのだ。その日、私はむしゃくしゃしていた。仕事でミスが発覚し、その処理に時間がかかった。いつも完璧な仕事ぶりが評価される私にとって、それは耐え難い痛手となった。まったくなんであんなミスをするのかしら。信じられない。今夜は久しぶりに彼氏とのデート。忙しい仕事のスケジュールをなんとか調整し、メイクもバッチリ、待ち合わせの場所へと駆けつけた。するとスマホが鳴った。急な仕事が入った。いつものドタキャン。いつものとはいえ、今日の私には耐えられるはずもなく、さすがに私は切れた。彼は無言で電話を切った。そのまま家に帰った私は一人ベッドの上で泣いた。もう私は何も悪くないのに。カーテンを開けたままの窓から大きな月が見えている。そういえば明日から私は久しぶりの連休だった。次の日、私は一人駅へと足を向けていた。気がつくと私は行くはずだった東京ではなく、函館の町に立っていた。え、函館？何十年ぶりだろうか。そういえば修学旅行で来たことがあった。私は遠い記憶をたぐっては函館駅から歩き出した。訪れた函館は駅や町並みが昔の記憶とかなり変わっていた。それでも駅前の建物に見覚えがある。懐かしく見ていたらガラスに自分の姿が映っていた。今一番着てるブランドを着て、メイクも髪もバッチリ。こんな私がここにいるのはどうにも場違いに見える。ここは東京ではないから。違う、それは私自身の問題なのだろう。私は今までお店のために、自分のために仕事を頑張ってきたし、業績も良く、社長からの信頼も高かった。だけど、新人のスタッフがミスを連発し、売り上げも落ちて、彼とは喧嘩。完璧主義の私には許せるはずもなく、プライドはズタズタだった。ビルのガラスに映る自分自身の姿に問いかけてみた。現実から逃げているの？いや、そうじゃない。気がついたら函館に来ていただけ。帰ろう。そう自分に言い聞かせて、函館駅に戻ろうとしたら、ちょうど路面電車がやってきた。
私は吸い込まれるように開くドアへと足を進めていった。ガタゴトと走る路面電車の車窓から街並みを眺めていたら、私の知っている建物がちらほらとあった。私は小学校の修学旅行をふと思い出した。十字街というところで路面電車を降りてみた。少し歩いていると、修学旅行で初めて訪れた函館で道を訪ねた喫茶店を見つけた。まるであの頃に戻ったような感じ。優子ちゃん、どうしているかな？茶房、旧茶屋亭は昔のままの変わらぬ姿で私を迎えてくれた。いつも流行りを追いかけていた私は変わらぬ良さを改めて知った。相変わらずとはこのことを言うのだろう。私はお店に入り、窓際の席に座り、修学旅行の時の思い出を懐かしんだ。ステンドグラスの窓から差し込む柔らかな光が私を包み、コーヒーの香りが私の心を少し落ち着かせた。小学生の頃から私はおしゃれが大好きだった。あの頃はお洋服屋さんになりたいとか日記に書いてたかな。そこから夢はファッションデザイナーに代わって服飾の専門学校に通ったけど、デザイナーは諦めて今のアパレル会社に入って8年、ずっと仕事ばかりしていた私。私は今の職場で何を得たのだろうか。自分自身に問いかけてみた。店を出ると、あたりは夕暮れが迫っているようだ。え、もうこんな時間？焦る気持ちを抑え、私は大きく深呼吸して、函館駅へとゆっくり歩き出した。オレンジ色の大きな夕日が港を染め、赤レンガ倉庫には波のきらめきが反射している。古い洋館や和洋折衷の建物が残る函館の街並み。どこか懐かしい感じがする。そういえば、来月に函館へ旅行するはずだった。だから私は函館に？それは一月遅れの彼へのバースデー旅行だった。全然平気なはずなのに、帰りの電車、函館ライナーの中で私は泣いた。函館の街を見て、私の人生からこぼれ落ちたものを思い出したからだ。原点へ帰ろう、そう思った。私には私の夢がある。もう一度夢を追いかけてみよう。周りに流されず、自分の位相で前に進んでいこう。私は車窓から遠ざかる函館山をまっすぐ見つめながら、もう一度自分に問いかけた。19時41分、新函館北斗駅発、はやぶさ96号。私はシートに深く身を沈めた。大丈夫？もう大丈夫。私は私。あのステンドグラスの光が私をずっと優しく包んでくれている。新幹線が青函トンネルへと入った時、笑顔の私が窓に映っていた。